っていう、これまあノーマルスピードでちょっと弾いてみたんですけど、まあちょっと今度はゆっくりで弾いてみますね。ちょっとゆっくり弾くとところどころちょっとテンポが狂ってしまう部分があるんですけど、そうですね、まあポイントとしてはこのここでビブラートを入れるっていうことですね。ビブラートなしではビブラート入れると、このですよね。このちょっと何気にノーマルスピードで弾いてると、このビブラートを入れるのがちょっと難しいんですよね。でまあここまでちょっとまあまあ難しいなってこう弾いてて、この後にこの加工していくフレーズが、これ何気にちょっと本当に聞き慣れないと、このスラ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 っとっていう風にはなかなかなれないというか、でまあこのワンオクターブ上がったところから、そのからで最、まあ最難関のスイープですよね。なんですけど、なかなかこのスイープの速度が速いんですよね。でやった時にはもうここにポジションがいてなければいけない、この音の次にはすぐ。っていうような感覚で行ってなければいけないっていうことがちょっとまあ難しいんですよね。僕も結構まあ一生懸命ゆっくり練習しましたね。もうスロースピードから、
っていう感じで練習していって、まあスピードを少しずつ上げながらやっていきましたね。最初からっていうのはちょっと無理ですね。あのここの指もついてフィンガリングもついてこなければ、ちょっとピッキングの方もこう慣れないっていうか、この親指のこういうスネークみたいな蛇のような動きが、まあまあ使ってるピックは全然関係のない、シュー君とは関係ない、まあシェクターさんのピック使ってるんですけど、この猫のこのピックがちょっとなんか可愛いなということでずっとこれ使ってたんですけどね。あ、ちなみにこのシュー君のこのピックはもう塗装が完全に剥げて、まあすごくちょっとだいぶ劣化してますね。結構効きましたねこのピックでは。でまあ話を戻すと、スロースピードからThank you.